はいどうも、ザワと申します。ハピメア体験版続きからやっていくんだけど、今回は、この俺は、我慢できるのか、できないのか、みたいなところからなんですけれども、我慢できないんですよ、普通は。できませんね。余裕でできませんね、こんなの。ね、ある程度なら手伝ってあげるってなってて、で、もうカッチコチと、まあ、無理ですね。男なら通常なら無理です。はい。ただ今回はちょっとね、男をやめたいなと思います。はい。我慢する。このままでいいのか。夢だからって流されてしまって本当にいいのか。しかも、このクラクラする匂いに負けてまともに考えられなくなってしまって。俺は、もう一度部長の胸に手を伸ばす。当てたままの指を動かす。無理でしょ。なあ。俺、もう無理だから。うん。仕方ないよ、これは。部長の口からこぼれる吐息にそのまま押し倒し、揉みしだきたくなりながらも、わかるわかる。意識を手に集中させる。目の前に見えている白い花。部長には見えていないのか、その花を。俺は思い切り握りつぶした。痛そう。ああ、聞くな。そう、このボイス聞くんだよな。やばい。脳がね、すっと真っ白になるんですよね、このボイス。この、風音様の。これ結構ね、風音様の声では有名なんですけど。すいませんね、ちょっとね、真っ白になる頭が。部長が吐息混じりの声で痛みを訴えてくる。強く触れるイメージ。それに、アリスの持っていたハサミで花を落とすイメージ。それを強く思いながら、なら、やっぱり花は触ることができた。おお。ただ、さっきの時みたいに、俺に対してその花は鋭い刃みたいになっていた。まるで、カミソリを握りしめたみたいにズタズタに切り裂かれていて、両手とも血まみれになってしまう。いやー、なるほど。やっぱそうか。あ、いった。痛みで頭のしびれが一気に抜ける。部屋にも甘すぎる匂いは散って、いつもの紅茶の匂いと、あとは俺にとってはきつい森の匂いが戻ってくる。今、何したの？説明しづらいんですけど、夢を終わりにしたようなもんです。悪魔の花を摘み取ればこの夢は終わり。もっとも、部長の花は育ってはいたものの、赤く染まることはなかったし、あのまま広がってしまうことはなさそうだった。少し終わりを早めただけ。もっとも、その少し、程度の時間があれば、何をしてしまっていたかわからないのもあった。それでもって、こんなにして、夢だからって、痛くないわけじゃないでしょ？血まみれの俺の手を取る部長。少し落ち着いてみると部長の顔も普段よりも赤くなっていた。もしかするとさっきの甘い匂いは俺だけじゃなくて部長も大胆にしていたのかも。ね。やりゃいいのに。してもらえばいいのにな。そんなことを考えていたら指を舌で舐め取られた。あら、え？傷口から痛みではない刺激がゾクゾクと走る。無茶したのよ。指先を加えるように舐め取られて、続けて背筋が痺れるような刺激が走る。いや、これでさ、よく我慢できるよね。もう今からでも我慢できないもん。一旦我慢できても。ただ、止めさせることもできずにそのままにしながら。だって、なんか明らかに不自然だったんじゃないですか。二人とも冷静じゃないというか。そうだったんだけど。なんか弥生さんはしたそう。そんなあっさりと負けるようじゃこれからどうなるかわからないですし、それに指だけじゃなくて傷だらけの手のひらも舐められる。よう耐えとるな。痛いどころか逆に痛みが引いていくようで、余計止めるに止めさせやめるん止めるに止めさせづらい。それに
私とそんなことがしたくない？そんなことないよな。合意の上で納得づくならむしろ大喜びなんですけど、そうじゃなくて、夢に負けたくなかったのもあるし、ここで負けるようじゃマイヤと決着つけなきゃならない時に勝てないと思って、あいったー、ガッと傷口じゃないところだけど歯を立てられた。そして口を離すと不機嫌そうに俺を見て、何するんですか。この状況で他の女の子と考えられたなんてショックよ。本当だよな、本当だよ。頭おかしいんじゃねえかっていうね、カッチコチで。確かに膝の上に乗っけて少し前まで胸掴んでてね、うん、あんな目で見られて手伝ってあげよっかでしょ。もう垂涎どころじゃないのよ。その状況で他の女のことを想像されるだなんて、女のプライドは傷つくだろうけれど、いや、そうでもしないと負けそうになったというか、いや、その、舐められるの弱いんですけど。弱いんだ。ふーん、いいこと聞いたわ。えぐいな。にっこりと笑って、俺の手のひらをベロリと舐め上げた。あのさ、弥生さんの ASMR とか出さない？ちょっとリグレットエンドのあの発売とかもろもろ含めてちょっと記念で5000円ぐらいなら買いますよ。傷口に走る刺激は気持ちいいとは言い難かった。その痛みを味わえ。お、またここか。一方サキとアリスは、え、まだここにいんの？こういうものがあるなら最初から用意してください。あ、うん。ごめん。何？打ち切ったロケ、ロケラン、ロケットランチャーを中身の入ってない、カバンか何かのように放り投げる先に、アリスは何か言いようのないものを感じる。何でもありだな。これ、大丈夫？この校舎。ぶっ壊れてない？普通こんなものを出しても使い方に困るだけだと思うのに、そう思う自分はどこかおかしいんだろうかと。アリスが用意したのはロケットランチャーだけじゃない。散弾銃やグレネードランチャーにサブマシンガン。あ、ショットガンとね。グレランと、さらに SMG と。まあ戦争でもやりたいんでしょうかね。ザキさんは。それをさっきは軽々と操って迫り来る人影を片っ端から蹴散らしていた。さきちゃん、こういう感じのゾンビとか出てくるゲームとか得意なの？いえ、ゲームはほとんどやりません。うん。兄さんがやってるのを見たことはあるけど。なんかもう、平然とバイオハザードやりそうだよね。なるほど。むしろ知識としてそんなもん程度に思ってるから使えたのかな。とアリスは納得しかけたところで、実際に撃ったことがあるのはさっき自分で出した拳銃程度ですから。アリスが戸惑っている間にサキは先に行ってしまう。でもなんかエイム良かったよな、当たってたもんな。言ったようにサキは先で勝手にナイフとか拳銃持ち出していて、それを見事に使いこなしていた。天才なんじゃねえ。その結果、この学校内に用意されていたホラー演出用の怪物たちは一掃されていた。一掃されていた。もっとも一番大きなターゲットは、二人が何をするでもなく動かなくなっていたのだけど。あら、二人とも無事だったのね。そろそろ迎えに行こうと思ってたんだけど。窓ガラスの割れた廊下、そこで都市にしては明るすぎる月の光を浴びながら、動かなくなった斧を持った人形の肩に腰掛けているマイヤがそこにいた。迎えに行って、私たちを助けにでも来てくれるつもりだったのかな。アリスが若干トゲを含んだ物言いをする。ええ、怪我とかしてない？大丈夫？マイヤは含みもなくあっさりとそれを肯定し、そして心配までしてくる。おかげさまで。心配なんてして。今度は何を企んでるの？何を言っているの？幸せな夢の案内役だもの。心配をするのは当たり前でしょ？トンと飛び降りて二人と同じ高さに立つ。それに
私にとってもこの夢は予想外だったのよ。おう、ほんとルーティがいきなりここまでできるだなんて驚いたわもしかしたら一番素質があるのは彼女なのかもしれないわ。あっちの方の素質もこの夢を操るというか夢の中での素質もあっちの素質もな。その弥生はどこに行ったの？トールの行き先も知ってるんじゃないの？お、構えてる。シャキッと例のハサミを取り出すアリス。とはいえアリスには今のマイヤにはあの悪魔の花は見えない。このハサミでどうにかできる相手だとは思っていない。トールと一緒にいるときはあんなにも濃い気配がするのに。あら、アリスならわかってるんじゃないかしら。この間だってきちんとサキちゃんたちをあの部屋に連れ戻していたじゃない。あの部屋？サキは本当にあの夢のことをきちんと覚えていない。いや、この夢もきっと目を覚ませばほとんど忘れてしまうんだろう。何せ夢だ。そんなものをしっかりと覚えていては頭が疲れ果ててしまう。その二人を前にマイヤがクスクスと笑う。二人に何かしたの？私は何も。いえ、ちょっとだけしたかしら。二人がほんの少しだけ素直になれるように素敵な香りを用意してあげたわ。楽しそうなマイヤにサキは何かを言おうとして、そして結局言えずに口ごもっていた。あ、なるほどな。あの甘い匂いはもう誘ってたんだね。やっぱりこの辺何があったのかしらね。さっきは適当にロケットランチャーをステップ混じりに振り回してステップ混じりに振り回してた。その先がマイヤ相手になると普段の調子は引っ込んで小さな子供みたいになってしまっている。そんなに心配ならあのお部屋に戻ってごらんなさい。二人とももう帰ってるもの。マイヤはニヤニヤと笑ったまま二人に背を向けて歩き出す。すれ違いざまに動かない斧男に手を当てるとまるで溶けるように一本一本の植物に戻って崩れてしまう。ちょっと待って、戻るってどうやって？頑張ってね。早く戻らないともう大変なことになっちゃうかも。ん？大変なことって何？兄さんに何が起きるの？楽しそうに振り返りざまににやりと笑うマイヤ。それじゃあごきげんよう。またいつか夢の舞台でお会いしましょう。マイヤは答えずにそのまま空気に溶けて消えてしまった。もうどうやって戻るのこれどうやって戻れんのなにこれ、超ドアップなんですけど。唐突にガチャンと乱暴に部屋の扉が開いた。その音に驚いて部長がびっくりと身を震わせる。兄さん、無事？あら？部長、それ、痛い！手！俺の左手に巻いた包帯が締め上げられていた。おかげで血は止まったものの、これじゃあ別の怪我をしてしまいそうだ。そんなに強く？なんともなかったの？何が？思わずとっさにした返事に、サキの視線が鋭くなる。ねえ、兄さん、何があったの？バッキバキになった。サキには言えない。嘘をつくのではなくて思考を切り替える。どうしてよ？部長の悪い夢だから。この間のサキの夢を俺たちが覗き見したみたいに、俺もまた見ちゃったんだよ。それはサキには言えない。よしよし。そういうわけだから、ごめんね、サキちゃん。意外というわけではないけれど、手慣れた様子で俺の腕に包帯を巻き終える部長。その際、何か服のポケットから塗り薬とかを出してくれていて、おかげで怪我の痛みはほとんどなくなっていた。サキは納得しかねるという様子だったけれど、さすがにそこに踏み込むつもりはないのか、一応この場ではここまでにしてくれるようだった。その後のことは、まあ、あれだ。わざわざ先に言うことでもない。そう思っていたのに？トールってば、うん。二人きりになった途端、どうせ夢だろって言って、私を押し倒して無理やり。ああ、もうそれやりたかった。それマジでやりたかった。間髪入れずに俺の耳の横の髪が
散った。え？どういうこと？散ったって何？あの、さきさん。さきさん。それあかんのよ、それは。これなんだろうな。これどういう銃なのこれ。こんな、なんかマガジンだよな、これが。クリップだよな。何、どういう、え？オート型の、こう、やつなのかな？ババ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 ーンって出るやつ。それとも単発系なのかな？それが、先の手の中にある銃のせいだと気づいたのは、その銃口から硝煙が立ち上っているのを見てからだった。その表情は、雪女もかくやというほどに冷たくて、それだけで凍えてしまいそうだった。うん、兄さんってばそんなことをしたの。半分な。私がこんな格好だからって、そんな見境なしに。先の引き金にかけた指に力が入る。あ、死ぬかなと思った時だった。で、それ本当なの？ううん、作り話よ。先が部長の方を見てその手を止める。思い出したようにバクバクとなる俺の心臓、今の先に撃たれたら本当に死ぬんじゃないかという緊張感と恐怖がまだ後を引いているまあこれも現実に戻ってもなかなかこれは続きそうなんでしょうか。どうなんでしょうか。わかりにくい冗談言うのをやめてもらえますかそんなこと言われてもさきちゃんに信じてもらえないようなことをしてきたトールが悪いんじゃないの。ねえ、そう言われて俺から目をそらしてムッとした表情も を浮かべる先。アリスはため息をつきながらも部長の胸元を凝視していた。すごいよな。あら、何、もしかしてアリスってそっちの趣味だったりする。ああ、それもいいな。胸元を手で隠す部長、若干本気で警戒してるように見える。違います、私はその辺ノーマルです。そうじゃなくて、さっきのあれ弥生さんの夢だったんでしょ。悪い夢の花が咲いてるかもって思ったんだけど、トールがどうにかしたの？というか、できたの？くるんとあのハサミを手に取り出してみせるアリス。いや、さっき勝手に枯れたけど。部長の胸元に確かに悪夢の花は見えた。けれど、落ち着いた後に急にその茎や葉が枯れ落ちてしまって見えなくなっていた。ただ、部長からはまだあの匂いはするんだよな。甘い悪夢の匂い。それは花の消えた今も残っていた。匂いって、何？そういうのが好きなの？まあ、そういうのは好きだな。うん。違う。そうじゃなくて、わかってるんだろ？あと、サキはなんで密かに自分の匂いを密かに、二回言ったね。確認しているんだろう。うん。悪夢の花だっけ？あれ、すごい強い匂いするだろう。なんか甘いやつ。てっきりみんな気づいてると思ったのに、揃って首をかしげられた。え？甘いって、どんな匂いがするの？なんか、蜂蜜だか、お菓子だかみたいな、甘い匂いがすごいする、だろ？あれ、俺だけなのか。すると本当に俺しかわからないのか、うんとうなずかれた。その匂いが、まだ弥生からするって言うんだ。ああ。さっきの時はアリスのハサミで花を落としたら、ほとんどしなくなったんだけど。部長からはかすかとはいえ、まだその匂いが残っていた。そんなこと言って、私の匂いを嗅ぎたいの？うん。そういうのって、言い訳とかされない方がいいんだけど。まあ、嗅ぎたいですね。その辺面倒だから無視するけど、それは多分、きちんとあの花を摘み取れなかったんだと思うわ。うわ、順の早いわね。もうちょっと構ってくれてもよくないかしら。まあこういうのあんまりだからな、弥生さんじゃね、あのアリスさんは。それに構うと先に撃たれるんで嫌です。で、アリス、摘み取れなかったって。いや、だから単に種の状態に戻って眠ってるんじゃない？増えなかったけど減りもしなかったとか。ああ、つまりいつまた生えてもおかしくないってわけか。さっきの時はきちんと摘み取れたから、簡単にはまた生えてくることはないんだろう。けれど部長の場合は俺がいて適当に散らせただけだから、またいつ芽を出すかわからないってところだろうか。なるほど。ということは、やり残したことがまたできるのかしら。お？何ですか、
やり残したことって。まあ矢の文字がちょっと違うんですけどね、カタカナなんですけど。ホラーものって言ったらシャワーシーンじゃない。うん、ほら大事なところは映さないで、やたらと肩とか背中をアップにした。タネ、そのハサミでなんとか掘り返せないか。やよ、そんなスプラッタ、ホラー映画じゃあるまいし。ホラー先輩、まだ他のホラー需要が残ってましたよ。うん、胸元も開いてるし、いいんじゃないですか。ノーサンキュー。サキちゃんって本当トール以外にはスパルタだわ。多少げんなりした様子の部長。サキが俺に対してだけ甘いというか、他の人に厳しいのは俺もどうにかしたい。なんでなんだろうな。だけど弥生さんはトールに夢を見られてるって気づいたんだ。サキちゃんもその夢の時には気づいてたんだっけ。よく覚えていません。そっか、もしかしてトールが見たって話した。言ったけど、その前から気づいてたみたいだったよ。まあね、嫌な夢見てた時にトールの声がしたのよ。その時に気づいちゃったの。ほんと助かったわ。トールが呼んでくれなかったら、まだあの嫌な夢が続いてたかもしれないもの。それはきっと俺たちと過ごした日々まで、あの一人ぼっちのまま過ごしていたと上書きされてしまうような夢。そこまでだいぶ時間がかかったみたいだけど、最後には助かったならよかったですよ。まあそこまでのことは実際にあったことだし、今更かしら。そうじゃなかったことまであんな風にされたらたまらなかったけど。それにと部長は付け加えて、あれは最後だけど、実は最初というか。何その全問答みたいなよくわからない答えは。そう聞くと部長はこっちを見て微妙に締まりのない笑顔で笑って、まあまあ、だからね、トール、さっきのは助けてくれたお礼ってことで。なるほど。そしてさっきのことを思い出して、思わず口や胸を見てしまって目をそらす。あ部長はそのお礼を見てニマニマと笑っている気配がする。イチャイチャするなら状況考えないと。気づいた時には遅かった。あすっと。サキがしまったと思っていた銃をまた取り出して俺に向けて構えていた。本当に、うん、先輩が助かってよかったですね、兄さん。俺が何を言うよりも早く、サキのまるで花が咲くような可憐さに満ちた優しい声が届く。そしてアリスが苦笑いを浮かべて恐怖に耐えていた。ついでに何歩か後ずさりして安全なところに逃げていた。もうこの後蜂の巣にされると。じゃあ次はサキちゃんとイチャイチャしちゃおうかしら。お？まるでマイヤのようにサキの背後に回ると、その体に手を這わせる。ちょっと弥生先輩。ナイス。あら可愛い声出しちゃって。これからもいろいろありそうだし、仲良くしましょうよ。これは女性からも好かれるわけだ。こんなん女性からゴリゴリに好かれるわな。これからもってやっぱりそうなのかな。さっきの時の法則が適用されるなら、これから部長もあのお茶会に来るようになるんじゃないか。さっきが部長にもてあそばれながら変な声を漏らす。お茶会からその人の夢に招待されて、そして俺の知り合い、近しい人間である。この条件を部長も揃えている以上、これからはさっきみたいに眠るたびにあの部屋に来る可能性は高い。それに部長も気づいていたのか、感覚として分かっていたからだろう。うんうんと横でうなずいて、そしてこの格好で来てくれると最高だな。じゃあそういうことで。戸惑う様子のアリスとさっき、いいことか悪いことか悩んでいるんだと思う。その部長の気楽さとは別に、俺は巻き込んでしまったことを重く感じていた。どうにかしなければならない、そう強く思った。どうにかしたくてもできないんじゃなくて。もはやね。なるほど。2013年2月28日ちょうど10年前ぐらいでございます。なんとということでね、ここで、体験版終了ということでございましたね。いや、この一枚いいな。すごいな。この、なんていうの？ティザーの絵って言ったらいいの？すごいな。アリスさんど真ん中なんだね。
な、ってことはやっぱセンターメインヒロインアリスさんか。なるほど。はい。ハピメア。ということで、ハピメア体験版でございました。いやいや、長らくね、皆さんちょっと休み休みではありましたけれども、見てくれた方はありがとうございました。ね、ここに例のシーンダイジェストあるんですけど。まあ体験版でね、これ見れるんでね、4人分。うん。まあぜひとも、まあ見たい方は、体験版ね、まあちょっとダウンロードして見るのもいいし、まあ買ってもいいんじゃねえかなと思います。まあ買うならね、リグレットエンド買って、まあリグレットエンドにも多分このシーン入ってると思うんでね。はい。買ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。いやーでも結構もろかったなぁ。なるほどね。夢の中にこう、入ってって、まあ主人公がね、夢から、こう、寝ても覚めてもというか、ずーっとこう、記憶を共有しててというかね。うん。まあ、夢の中のこともずっと覚えてて、しかもその夢がね、なかなかこう嫌な夢だったりと。みたいな、そういうお話でしたと。で、その夢の中に、このアリスさんがいきなり出てきたりとか、まあ、サキさんなり、弥生さんが出てきたりみたいな、こう、どんどん、夢の中に、いろんな人が入ってきてと。で、その謎のマイヤさんが、誘ってくるみたいな、なんかそういうね、お話でございましたね。まあ、最後、このね、平坂さん、恵子さんね、のお話は、まあ、なかったんで、まあ、そこはもう製品版の領域ということなんでしょうな。はい。まあ、ただま、弥生さんの、なんかいいシーン見れてよかったです、俺は。風音様のさ、高い、喘ぎ声って言ったらいいのかな。あの声聞くな、マジ、本当に。マジでね、あれ聞くたびに頭真っ白になるんだよな。やばかったですね。はい。ということで、じゃあ、今回は以上でございます。またね、別の、体験版なりなんなりとか、上げていくこともあると思いますので、もしよかったら、そちらの方も楽しみにしていただければなと思います。ということで、バイバイ。